こんにちは、札幌占い美容師サイマーシの後藤です。裏のバックルームに、転がってたウィッグを、結構ねカットラインがまだこれこっちが長かったりとかして結構ぐちゃぐちゃなんですよね。これを、1分30秒で、カット、レイヤーのスタイルにカットしていきたいと思います。今回レイヤーのスタイルやろうと思うんですけど、通常セニングとかでごまかして切っていけばまあ簡単なんですけど、結構このプラントのシザー R の、ショーバルタンっていうシザーなんですけど、このショーバルタンっていうシザーで、基本的に、ちょっとこれでカットしていきたいと思います。はい、なんでもうごまかしが効かないんですよね、プラントシザーなんで。なんでまあセニングでごまかして切ることもできるんですけど、まあこれはちょっとごまかしなしでちょっと1分30秒でどこまでできるのかなっていうのをちょっとやっていきたいと思います。で、今左右ちょっと長さが違ったりとかで、一つですね、僕これ鏡ここにないんですよ。なんで長さのレングスがちょっと1分30秒で合わせるのちょっと難しい部分もあって、正面に鏡があれば合わせられるんですけど、ちょっとそこはご了承ください。ではやっていきたいと思います。1分30秒はい、まず長さが長さを合わせない、コンビックスでねカットしていきますね。コンビックスにカットしていきます。まず1回ラインを作ります。センターをコンビックスにカットしていきます。そうしましたらレイヤー入れます。レイヤーを入れます。これは、縦と横を全部つなげてる状態なんですよね。結構適当に切ってる風に感じるかもしれないですけど、縦と横を同時進行させてます。はい。これね、綺麗に実はつながってるっていう感じなんですよね。はい、レイヤー入れます。よいしょ。で、上のレイヤー入れます。で、センター前髪を切ります。で、前髪からつなげていきます。これで、レイヤーが作れました。イングラインカットしてるので結構意外と、まあ、これノー加工なんですけど、ノー加工の状態でこれバックに流しても大丈夫なスタイルです。はい、で上の方ちょっとレイヤーが入ってるスタイルにカットできてますね。これはそぎは使ってないですね。これ分かりますか？1分30秒で切った、レイヤーのスタイルでトップにちょっと、レイヤーダウンが入ってる状態ですけど、このような感じにダウンが入ってます。はい、これ今左右ね、切り直したんですけど、下のラインも切れてますね。はい、でコンベックスに切ることによって、結構パツっていうラインをちょっと回避できるんですよね。なので、コンベックスは僕結構使うんですけど、まあ、このようなスタイルだったら1分30秒で切ることができます。はい、こんな感じにできました。はい、結構ね流れるこういうかっこいいスタイルとかもできますので、こんな感じですかね。はい、こういう風に流したりもできるスタイルを作れますね。まあ、こういう感じかっこよくできるという感じです。はい、